はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ブロガーさん必見です。ブロガー必見の画像に注釈を入れるアプリを紹介します。で、私最近ですね、Note っていうプラットフォームを使って iPad のブログ記事をですね、書き始めたんですよ。で、それを書くにあたって、使ってていいなっていうアプリをですね、みんなにもシェアしたいなと思って今日は動画を作ってます。で、今画面見せてるこのノートなんですけど、結構最近いろんな人がやってて、まあブログのプラットフォームみたいな感じなんですけど、まあこういうブログとかウェブサイトの知識がなくても簡単に始められて、で、しかもなんか有料の記事販売とかもできたりするので結構ね、最近人気ですね。で、私基本的に YouTube メインで動画メインなんですけど、まあ今まで YouTube で流してきた過去動画のまとめ記事とか、まあそういうのに使えるなと思ってノート始めましたね。で、私のノート、このノートの URL はですね、概要欄の方に載っけておくので、そこから飛んでいってください。無料で記事書いてて、本当に有益な情報をめちゃくちゃ発信しているので、ぜひ読んでほしいです。で、今日なんですけど、こういうブログ記事とかをですね、書くときに、まあ画像とかをこんな感じで文章の間に要所要所で挟んでいって書いてるんですね。で、その画像にこういう赤線だったりとか矢印だったりとかを入れると読む人がすごいね、わかりやすくなるんですよ。で、そういう時にこういう矢印とかね、赤線とかをつけるのにめちゃくちゃ役立つアプリを今日は2つ紹介します。で、まず1つ目がですね、Annotableっていうアプリです。で、これ無料でダウンロードできるんですけど、無料でもすっごいたくさんの機能が使えるアプリで、結構中級者向けになってきます。で、まあ具体的には、この画像にすごいたくさん注釈を入れたいとか、結構細かめに注釈を入れたい人は、このAnnotableがおすすめです。で、もう一つがスキッチっていうアプリです。これエバーノート社が作ってるアプリなんですけど、これはすごいシンプルで直感的。で、もっともっと簡単です。で、これに関してはもうアプリ内課金とかもなくって完全無料のアプリになるので、今日はこの2つのアプリの使い方と、あと私がどうやってこのノートのブログを作って、やってるかっていうのをですね、紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあまずですね、Annotableのアプリの方からやっていきます。で、このアプリ開くと最初カメラロールの中身がこんな感じで一覧で見れるようになってるので、ここから写真を選んでいくんですけど、まあ今回は最初見せたようにちょっとスクリーンショットに注釈を打っていくみたいな感じにやっていきたいので、別のアプリ開きます。で、今回はルマフュージョンっていうね、動画編集のアプリがあるんですけど、これ結構ね、機能がたくさんあって、ツールとかも細かいので、こういう説明書きをね、この上から書きたい時に結構使えるので、ちょっとこのアプリのスクリーンショットを撮っていきます。スクリーンショット撮るときは左の下からですね、シュッてスワイプすると、スクリーンショット撮れるので、これを写真アプリに保存していきます。で、この状態でAnnotableのアプリに戻るとですね、ここに新しい写真が追加されているので、これをクリックして開きます。で、Annotableはですね、基本的に使うのは右下と左下のツールバー、編集ツールバーから操作していきます。で、右下のボタンクリックするとこんな感じでツールがたくさん出てきて、ここで選択していくんですけど、例えばこれ長方形ツール、枠線ツールの長方形のやつを選んで、で、左側が色ですね。色と線の太さがあるので、ここでまあ赤を取ってですね、こんな感じで画面の中のまあ囲みたいところをドラッグします。で、そうすると綺麗な枠線が引かれるという感じです。で、線太くしたかったらここで太くできます。で、今ね、一回消して、新しく枠線引いたんですけど、後から線の太さを変えることもできます。で、次、この上から、例えば文字を載せたいなと思ったら、この右下のツールパネルのところから A っていうのを選択して、で、左側が色とか、あと文字の装飾とかですね。で、文字の装飾は一部課金制になってるんですけど、まあ何種類かは、無料で使えます。で、まあここ好きなやつ選んで、フォントのサイズですね。テキストのサイズも小さめに設定して、で、ここに文字を打っていきます。で、例えばこれ下のところの枠がタイムラインの表示なので、ここがタイムラインだよっていう風に教えてあげることができます。で、このテキスト選択して、左下の項目から後からね、文字のサイズとか装飾とか、あと色も変えることができますね。なのでこうやって枠とかつけてあげると結構文字が見やすくなるので、そういうのやりたい人はここからいじってください。で、あと結構使えるのが、この矢印ツールですね。矢印マークがここにあるので選択して、例えばこうやってギューってこうドラッグすると簡単に矢印を作ることができます。これとかめちゃくちゃ便利で、例えば小さいツールのここだよみたいな感じで教えてあげたい時とかは、この矢印マークが結構使えます。で、あとおすすめなのはハイライトとかの機能もありますね。で、ハイライトの機能は手書きのハイライトと、あと自動で、つけてくれるハイライトっていうのがあって、例えばこの自動でつけてくれるハイライトの方だと画像の中の文字を認識してくれて、こんな感じで文字のところの下だけハイライトを引いてくれます。これ結構すごいですよね。多分 OCR の機能が入ってるんですけど、こんな感じで簡単に線を引くだけで色がつきます。ちょっと右側のところとかね、変な色ついちゃって、多分誤認識みたいな感じでうまくなってない時もたまにはあるんですけど、大体うまくいきます。特に文章系の PDF のデータを読み込んだ時とかは本当に綺麗に、ハイライトを入れることができます。で、うまくいかなかったらですね、こんな感じで手書きでハイライトを入れることもできるので、ここは好きなように選んでもらえればいいと思います。で、もしこのハイライト消したかったら、ハイライトのところを Apple Pencil でタッチして、で、下のところに削除ボタンがあるので、そうすると、こうパスを消すみたいな感じで消していくこともできます。で、もっと面白い機能がたくさんあるんですけど、例えばですね、モザイクツールっていうのがめちゃくちゃ面白いです。モザイクツールは図形の方と手書きの方があるんですけど、例えば図形を取って、モザイクかけたいところをドラッグします。そうすると、今わかるかな？ちょっとモザイクかかってるんですよ。で、今これちっちゃいモザイクなんですけど、左のところからモザイクの大きさを決めることができるので、大きくしてこんな感じでモザイクかけると、見せたくない部分がですね、簡単にこういう風にモザイクをかけることができると。で、例えばこう手書きとかだと任意のところだけモザイクかけれますね。で、これ例えばメールとかの添削をしたい時に、そのメールの画面に見せたくないメールアドレスが入ってたりとか、そういう時とかに結構使えます。で、あとはですね、拡大ツールかな、虫眼鏡のツールみたいなのがあって、この検索ボタンみたいなツールなんですけど、これ選択して、例えば今ツールがね、すごく小さいじゃないですか、特に左側。で、この辺を拡大して見せたい時っていうのがあるんですけど、こうやってドラッグすると、今見えますか？この目のマークのところが大きくなってます。本当はもっとちっちゃいんですけど、こんな感じで拡大して見せてくれます。で、これちょっと移動させて、で、真ん中の点を長押しして、ドラッグします。で、ここを拡大したいんですよ。わかりますか？目のマークのところを拡大したいんですけど、目のマークのところをポイント打って、その右側に拡大してる画面が出てくると。で、そうすると細かいツールの説明をしたい時なんかはめちゃくちゃね、便利なので、ぜひこれは覚えてください。で、最後おすすめなのがスポットライトツールですね。スポットライトツールはこの黒いバーのやつなんですけど、黒のやつ選択して、例えばじゃあ長方形を取ります。で、これはですね、画像の一部をで明るく見せることができるツールなんですけど、例えば左上のパネルを明るく見せたいと思ったら、そこをドラッグするだけ。で、そうすると左上だけが明るくなって、他のところはちょっと黒いフィルターがかかったような、表現になるので、より左上のところに目が行きますね。例えばじゃあ細かいここだけに目行ってほしいなって思ったら、そこだけを囲ってあげると。で、テキストなんかをこの近くに、打ってあげると結構わかりやすくなると思います。で、文字の色はですね、変えれるんですけど、ここ変えようとしたら、一応課金になってましたね。一応5色ぐらいまでは無料で使えるんですけど、それ以上使いたいなと思ったら課金する必要があります。で、これ左上にスポットライト入れれたので、下のタイムラインのところも光らせたいですね。追加でスポットライトの、項目選択して、ここドラッグすると、下のところも同じように光ってくれます。で、こんな感じで目の動線を作っって注釈を入れていってあげたりすると、結構見てる人からするとすごく分かりやすいし、スッと入ってくるので、こういう工夫をしていってあげると、ブログ書く人とかは結構いい記事になるんじゃないかなと思うので、参考にしてみてください。で、これできたら書き出ししていきます。右上のところから書き出ししていくんですけど、書き出ししようとすると、課金が求められます。っていうのも、今使ったツールの中で課金しなければ書き出しできないものがあるんですね。例えばこの左の虫眼鏡ツール、さっき紹介したやつです。これも購入しないといけないので、このAnnotableに関しては1個のツールにつき1課金みたいな感じでどんどん足していくことができます。で、全部のツール使いたかったら1000円ちょっとで全部のツール使い放題みたいになるんですけど、もしこの機能だけ1個だけ欲しいみたいな時は250円ずつで1個ずつ買っていく感じになります。で、購入ができたら書き出しのところから画像保存すると写真アプリの中にこんな感じで入ってますね。で、この注釈に関してはあんまりゴテゴテやらない方がいいです。できるだけ色とかも絞って2種類ぐらいにして、シンプルかつ分かりやすい感じにしてください。イラストとかデザインではないので、できるだけ読む人に分かりやすいような感じで作ってもらえるといいと思います。で、次もう一つのアプリですね。スキッチの方も紹介していきます。で、スキッチの方がもっとツール少なくてめちゃくちゃシンプルです。で、分かりやすいので本当にもうサクッとやるだけでいいんだよみたいな人はスキッチでもいいと思います。で、スキッチ立ち上げると同じように写真アプリが開かれるので、こんな感じでさっきのようにスクショした写真を開いていきます。で、今回はアフィニティデザイナーのスクショした画面をですね、撮ってます。で、このスキッチに関しても、注釈入れるときは同じように右下の項目からいじっていきます。もう6種類ぐらいしかないですね。で、例えば枠線ツールを使って左のところを囲ってあげる。で、右のところも囲ってあげて、テキストツールに切り替えて、ここは何だよっていうのを教えてあげます。で、あとは矢印ツールもありますね。矢印ツールも同じようにドラッグしたらこんな感じで出てくるんですけど、さっきのAnnotableと違うのは矢印の形がね、なんかすごいミューインってね、なんかニョキって出てきてくるような矢印ですね。私あんまりこれ好きじゃないので、もう普通になんか棒線でいいのになって思うんですけど、こういうちょっとダイナミックな矢印がいい人はですね、これを使ってください。で、あとはモザイクツールもちゃんとあります。モザイクツールは、囲うだけのやつなんですけど、モザイクのやつを押して、こうやってドラッグすると、その部分だけがモザイクかかります。で、モザイクの大きさを変えたかったら、左の下のところにツールパネルがあるので、そこから変えてもらったら大丈夫です。で、あとは、このAnnotable、1個目のAnnotableにはなくて、スキッチの方にあるツールっていうのがいくつかあるので、それ紹介したいんですけど、まず1つ目が手書きツールですね。さっきのAnnotableは手書きで、ここだよみたいな感じで文字を書くことができないんですけど、このスキッチは手書きツールがあります。で、こんな感じでおすすめっていう風にね、手で書くことができるんですね。で、できるんですけど、ちょっと問題があって、正直ね、この手書きの感知があまりよろしくないですね。書いて1秒ぐらい経つとふわーっとこう文字が現れてきたりして、で、普通にね、皆さん多分 GoodNotes とか Notability とかいろんなノートアプリ使ってると思うんですけど、それ、みたいに書けると思うと全然書けないので、ちょっとそれは注意が必要です。本当にゆっくり書かないとできないので、ちょっとした手書き文字を書くのであればできますけど、がっつり手書き文字で注釈入れたいのであればちょっとおすすめしないです。で、あとはですね、スタンプツールっていうのがあります。これなんか使うときあるのかなっていうふうにハテナですけど、どういうものかっていうと、なんか顔文字みたいなのがポンポン押せるんですよ。で、これね、ちょっと今ちっちゃすぎて見にくいかもしれないんですけど、確かね、このスタンプの大きさも変えれたはずなんですけど、ちょっとどこからやるかわからなくて、今回ちょっとちっちゃいままなんですけど、笑ってる顔とか、あと怒ってる顔とか、ハートとか、あとは顔だけじゃなくてチェックボタンだったりとか、普通にラブボタンみたいなハートボタンみたいなのも入れることができます。なので、すごいアテンションを引きたい時はこのスタンプを使ってください。で、これで完成なので、同じように右上のところから書き出しで進んでいきます。でこのスキッチに関しては課金とかももう一切なくて完全に無料のアプリなので、まあ、そういうのめんどくさいなっていう人はもうスキッチでやった方がいいのかなと思います。ただ機能とかあとは使いやすさの面で言うと断然Annotableの方がいいなと私は思います。で、Annotableも課金できるならやった方がいいです。はい。で、こんな感じで、スクリーンショットと注釈のやつが完成したので、これをノートとかに貼り付けるときはですね、私、この iPad の枠にはめて、こんな感じで枠のテンプレートみたいなのを持ってるんですけど、それの枠の中にはめて、で、それを JPEG で書き出して、ノートの方に投稿してるっていう感じになります。で、このテンプレートに関しては、今、Keynote っていう Apple 純正のアプリで作ってるんですけど、まあ、こんな感じで画像の中の画像がですね、動かすことができるんですね。で、この画像を切り替えていくので、画像を選択した状態で上のブラシ項目の中から、イメージタブの一番下、プレスフォルダーとして設定みたいなのを押すとですね、下のところにプラスボタンが出てくるんですよ。で、このプラスボタンを押すと自分のカメラロールの中身が見れるので、ここでさっきAnnotableとかで作った、写真を選択すると、この画面の枠の中にピチッとはまってくれるっていうような感じになります。で、こういうテンプレートをいくつか作っておいて、まあ、スクショして注釈入れるたびにこの画像を切り替えていけばいいだけなので、本当にすごく簡単におしゃれでシンプルなものが作れます。で、よかったらノートの方を見てもらって、どういう風に私が作って使ってるかっていうのをですね、ぜひ見てもらえればいいと思います。で、この iPad のモックアップの作り方なんですけど、これに関しては iPad Mate っていう私がやってるオンラインコミュニティですね。この中でやってるセミナーで、紹介してます。結構前のセミナーですね。4月にやったやつなんですけど、まあ、この前にやったライブ配信とか、前にやったセミナーとかも全部アーカイブ動画を残してるので、今から入ってももう今までのやつ全部見れるようになってるので、よかったら、iPad Mate を気になる人はですね、概要欄の方から見に来てください。毎週ライブ配信はやってるので、もうめちゃくちゃ情報量は多いと思いますので、ぜひなんかね、もっと iPad 使ってみたいなとしては遊びに来てもらえると嬉しいです。はい。で、今日紹介したAnnotableとか、あとスキッチのアプリを使って、このノートでブログ記事を書いてます。これもね、めちゃくちゃ有益な情報を流してるので、ぜひ見に来てください。概要欄の方にリンク載っけておきます。で、このノートに関しては、今のところ全部無料で見れるようにしてるので、本当に役立つ記事をたくさん書いてます。で、これは iPad Mate のメンバーの人たちと一緒に書いてる記事になるので、みんなで協力してですね、もっと iPad 好きの人を増やそうということで、みんなで協力してノートを書いてるので、ぜひそのあたりも注目してもらえると嬉しいです。で、このノートの裏側だったりとか、どうやって記事書いてるのっていうのは iPad Mate に入ってもらえると、それも全員で共有してるので、まあ、ノートの記事とかね、ブログとか書いてみたいなっていう人もぜひ iPad Mate に参加ください。はい。ということで、今日は以上にしたいと思います。この動画が良かったら、いいねボタンをぜひ押してもらえると嬉しいです。ではでは、ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。